磐越新幹線いわきから新潟、いわきと新名、型を結ぶ新幹線を考える。磐越自動車道が並行するため高速バスと競合するかも。沿線に大きな町がないためかなり利用は少なそう。この町に新駅を置く。将来のことを考えると磐越東線につなげない単独駅でいいと思う。阿武隈山地を越える。いわき分山間はノンストップが多そう。ここから新潟方面に向かう。猪苗代湖近くの野口秀幸年間あたりに地元西岸駅を置く可能性もある。そもそもこの路線自体可能性がないけどね。会津若松駅を経由する。磐越東線、磐越西線はバス転換になりそうだね。豪雪地帯だけどトンネルだから関係ないかな。新潟車両センターを経由し新潟駅に入る。